くて、その季節ごととかそのお客様のその能力というか自転車の力量とかに合わせたガイドがやっぱ大事だと思いますね。いやだから割とさ DMO とかあれとかの作っちゃうのって盛り込みすぎてたり、そのそういうこと言われるから足すけど、あれ基本的に1回しか来てもらうこと考えてないでしょ。そうですよね。まず来てもらいたいっていうので、いや強いからそのすごい魅力的にしようとして、でもそうすると多分次来ないんですよ。だからやっぱその設計の考え方、というかそのこの延長線上にね、今は初めてだからビギナーだけど、少し例えば自転車もこう好きになって、まあ、イメージとしては自転車好きになってちょっと家帰ってもちょっと乗ったりして体力つけたらちょっと長い距離とかヘビーなとこも行けるし、コースもだから今最短で行ってますけど、もうちょっとここ行くのもグワッと回ってハスバトルみたいなところから行ってこことかもできるんですよね。だからなんかそういうのってこうまあ大事というか、アドベンチャーツーリズムとかはそういう人が多いんですよ。そのまた来たいとか季節変えて来たいとか、でそれがやっぱガイド付きツアーの意味なので、あ雨ちょっと降ってきた、はい、あそこの右側のところに渡りますね、はい、この先がちょっと持ち上げなきゃいけないところがあるんですけど、長原の渡船は普通に通勤として使われている公共交通なので無料です、はい、そうそう、だからこの朝の早い時間に行く方が良くて、昼前お休みなんですよ。知らないでこの前来た時にお昼休みに当たっちゃって、えーみたいな感じ、大丈夫かなこれ時間、そうそうそうなんですよ。ただちょっと分かんないです、今8時半だからな、そっから先はちょっと持ち上げるので、そこで止まって持ち上げます自転車を。時間大丈夫ですかね、真鍋さん。時間は大丈夫。ありがとうございます。助かります。もうちょっと重いですよ。マイク、あれあれあれ、真鍋さんにマイクを破壊されました。で、あの渡船乗り場がここなので、はい、あ、へえ、ここ、あ、ここなんですか。はい、なんか全然感じさせない。こちらでございます。初めて、本当に全然通ったか、初めての道がほとんどです。そう、まず市内も初めてです。行ってください。そうそう、市内も。え、そらなって、あ、そしたら近くに来てくれ。小屋がある。青い屋根の小屋あるじゃないですか。おーい。そしたら気づいて。来てくれます。来ました。はい、じゃあ皆さん自転車を持ってこのまま乗ります。じゃあ順番に行ってください。ちょっとストップですね。行けます。
ックサイドで行きます、はい、今日はこれ荒れてると思ったら船が来たからですね。今日はよいしょ、今日はあれ、あとあのこの中で一番のおはようございます、はい、お願いします。あのビップ2人はつけてください。あの一番あの死んだらまずい2人は。ありがとうございます。ありがとうございます。これ外して外して、でこれはあの巻いとけばいいんで、はい、できますか。ビップじゃないけど、はい、一応あの公的機関の、どうぞ、いやどうぞつけてください。いけますよ、いけます。いや、あのでもあのつけとかないと、うん、あの船長さんが怒られるんで、はい、義務があるんで船は。いい感じですね。さっきプチッと雨、あの水来まして、これは初の、いや、やっぱりでかい船が通ると大変ですね。うわ、これ今日はアドベンチャーツーリズムすごいな。日常なのにね。ダイナミックでした。サーファーの気分が味わえました。今レンタルしてるんですけど。